小銃を手にするガーランド T31 小銃を構えるガーランドジョンキャンティアスガーランドはカナダ系アメリカ人の銃器設計者世界で初めて主力不標銃として成功した軍用半自動小銃とも言われる M1 ガーランド小銃の設計者として知られるなおフランス風にジャンとすることもあるガーランドはケベック州サンレムにて フランス系カナダ人の家系に生まれた。彼が幼い頃、一家はコネチカット州ジュエットシティに移住した。11歳まで学校に通った後、織物工場に就職して機械工となる。やがて機械工として十分な経験を積んだ彼はロードアイランド州プロビデンスの機材工場に移った。彼は機械工として働く傍ら、 趣味として標的射撃も行っており、やがて銃器の設計にも興味を持つようになる。1917年にはいくつかの仕事を転々とした。その年、アメリカ陸軍では新規調達する軽機関銃の設計案を募集していたが、ガーランドも設計案を提出しており、最終的には彼の設計案が戦争省により採用された。彼は、 国立標準局の職員たる身分を付与され、自らの設計案に基づいた、景気関銃の開発に乗り出す。最初のモデルは1919 19年に完成したが、すでに第一次世界大戦が終結していたために、採用は見送られた。しかし、政府当局はガーランドに、スプリングフィールド像兵将付け技師という、新たな身分を与えて引き続き重機設計に当たらせた。 スプリングフィールド造兵将にて彼に課せられた使命は、半自動不標銃及び、カービン銃の開発であった。不標銃設計にあたり、彼はいくつかの予備的設計を行ったほか、陸軍から随時送られてくる細部の要求等を採用していった、結果、開発期間は15年間まで延長された。百三十四年、ガーランドは、新型不標銃、すなわち、 M1 ガーランド小銃の特許を取得した。1936年には量産が開始される。1940年代後半から1950年代初頭にかけてガーランドはブルパップ方式小銃を設計、試作している。その小銃は M1 小銃と同様の銃弾を使用するが構造は大きく異なっていた。セレクティブファイア機能を備えており、 連射性能は 600rpm 程度だった。1953年 M1 小銃の退役が決定するが、ブルパップ方式試作銃 T31 は依然として不完全であった。プロジェクトは放棄され、試作銃は1961年よりスプリングフィールド造兵小博物館が所蔵している。彼は M1 小銃設計をはじめとする、 スプリングフィールド造兵賞勤務中の功績により、1941年には功績賞が1944年3月28日にはメリットメダルが授与された。ガーランドは自らの設計について使用料を一切取らなかった。アメリカ合衆国議会では彼の功績に対して10万米ドルを支払おうという法案が提出されたこともあるが、これは通過しなかった。 ガーランドは、技師としての一戦を退りいた後も、相談役として務め、1953年に引退した。ガーランドは、いわゆる核時代においてさえ、不標準の重要性は変わらないと考えていた。あるインタビューでは、戦争に根本的な変化がない限り、ライフルが不要になることはない、原爆、誘導弾、ロケット、その他もろもろがあったとしても、地域を相当し、 占領し、維持するためにはライフルを持った不評が必要だと答えている。1974年2月16日、マサチューセッツ州スプリングフィールドのワッソン記念病院にて死去。ガーランドは、フランス系カナダ人の未亡人ネリー・ブルース・シェパードと、1930年9月6日にニューヨーク州オールバニにて結婚式を挙げている。彼らは、 娘と息子を一人ずつ設けたほか、シェパードの連れ子である二人の娘がいた。彼の名前である、ガーランドの発音について、RND か RND のどちらが正しいのかという議論がある。ジョン・ガーランドの子孫とその友人であるジュリアン・ハッチャーは、後者がより近いと主張している。ありがとうございます。